マイケル・メイブリックは、イギリスの作曲家、バリトン歌手、スティーブン・アダムズという筆名によってよく知られている。代表作は英語による宗教歌曲でも最も有名な曲の一つである、聖なる都市。リバプールのチャーチアレイの8に生まれた。彫刻師の父ウィリアム・メイブリックと母のスザンナの間の七人の息子の四男であった。祖父も父も、 リバプールのセントピーターズ教会教区の書務係をしており、共に有名ではなかったが、作曲も行った。叔父のマイケル・メイブリックは同教会のオルガニストであり、教会音楽を作曲する傍らリバプール合唱教会の指揮者も務めていた。8歳になる頃にはピアノに熟達していた幼いメイブリックはオルガンを WT ベストに指示し、15歳で セントピーターズ教会のオルガニストとなった。彼も聖歌を作曲し、ある作品はロンドンでも演奏された。1865年にライプツヒへ渡ったメイブリックはカール・ライネッケ、イグナーツ・モシェレス、ルイ・プレディに鍵盤楽器演奏と火星楽を学んだ。しかし、その後ミラノに向かいガエターの縄場にバリトンとして特訓を受けることを決意する。 イタリアの劇場で経験を積んだ彼は、1869年2月25日、ロンドンにおけるメンデルスゾーンのオラトリをエリアの公演で大きな成功を収める。さらにコントラルトのシャーロット・セントンドルビーと共に出演したワーグナーのオペラ、ローエン・グリンにおけるテルラムント伯爵役も大成功となり、1870年6月6日の彼女の引退公演。 イングランド各地の音楽祭の常連として、またカール・ローザのオペラ工業会社との共演で、この役を演じた。彼はロンドン及び地方で行われるあらゆる主要な演奏会でバリトンとして出演し、英語のオペラもこなした。1870年代の初頭までにメイブリックは、英語リアー・ボールドを皮切りに、自作の歌曲も披露するようになった。多くは、フレッド・ウェザーリー菓子を書き、 メイブリックがスティーブン・アダムズの筆名で発表したもので、極めて大きな人気を博した。初期の船乗りの歌、ナンシー・リーは2年間で10万部を超える売り上げを記録した。メイブリックの他の作品は、船乗りの歌、ザ・タール・エス・ファルール・ジェイ・オール・ラブ・ジャック・ザ・ミドシップ・マイトや、ジョジョ歌曲、ユア・ディア・ブラウン・アイズ・アイの歌、ザ・チルドレン・オブ・ザ・シティ・宗教曲、 ザ・ブルーアル・セーシャン・マウンテンズ、ザ・スター・オブ・ベツレヘム、および人気のザ・ホーリー・シティである。1884年にはアメリカに演奏旅行を行い、自作歌曲を披露した。彼の友人には、彼が魅力的な人物であったというものもあれば、傲慢でうぬぼれやだというものもいる。メイブリックは熱心なアマチュアスポーツ選手で、クリケット、ヨット、自転車競技を行うとともに、 射撃の首相だった。1893年3月9日に40歳だった家政婦ローラ・ウィザーズと結婚しワイト島のライドに落ち着いた。二人はメイブリックの兄であるジェームズの二人の子供を連れてやってきた。ジェームズは切り裂き、ジャック事件で容疑者とされた人物であり、その妻フローレンスは1889年に夫を。 殺害した罪で有罪判決を受けている。メイブリックは、ワイト島病院の理事長、行政長官、ライドの市長を5回歴任した。また、彼は、フリーメイソンでもあった。彼は、周期的に訪れる通風の治療のため、バクストンに滞在して3週間経った1913年8月26日、睡眠中に心臓に異変が生じこの世を去った。 遺体は4日後にライドに埋葬されている。ありがとうございます。